アンソニー・アスキスは、イングランド・ロンドン出身の映画監督。劇作家、テレンス・ラテガンの戯曲の映画化作品やラテガンによる、オリジナル脚本の映画作品が多い。父親は、政治家で、後に、イギリス首相となるハーバート・ヘンリー・アスキス。母親は、その2番目の妻マーゴット。父親が50歳の時に生まれた息子で抜子である。また、 女優、ヘレナ・ボナム・カー,ーターの王子にあたる。ウィンチェスター・カレッジとオックスフォード大学ベリオール、カレッジで学び、卒業後、ダグラス・フェアバンクス、メアリー・ピック・フォード夫妻にゲストとしてロサンゼルスに招かれ、半年ほど過ごす。その中で、チャールズ・チャップリンやエルン・ストルビッチ、リリアン・ギッシュなど、数多くの名監督や大スターと出会い、 ハリウッドの映画制作の手法を目にする。帰国後、イギリス映画界に入り、助監督やスタントなどを経て1920年代末から監督となる。その後、数々の名作を世に残し、イングランド出身の映画監督としては、アルフレッド・ヒッチコック、デビット・リーン、キャロル・リードと並んで、最も成功した映画監督の一人となる。しかし、 戯曲の映画化作品が多かったことから映画監督としての構成の評価は芳しくない。1968年にアクセリンパシュで死去。生涯独身であった。同性愛者であったと言われている。ありがとうございます。